治癒が本能的にビビるわけだぜ。こいつはまさしく全モンスターの集大成みてえなやつだ。さあかかってこい、タイ。お前をこの超魔生物ザムザ様の名誉ある対戦相手第1号に選んでやったのだ。せいぜいありがたく思うがいいわ。何よ。早い。でけえくせになんてスピードなんだ。ほう、やるな。さすがと言うべきか。さっきとは段違いのパワーだ。このままじゃ。やべえ、ダイのやつ飛ばしすぎて限界時間をオーバーしちまったんだ。このまま一気に食い殺してくれる。腹から口が。さあ俺の血肉となるがいい、ドラゴンの騎士よ。だが、ついに力尽きたようだな。ここまで破壊力を収束させたギラを連発するとは。今だ、メランゾーマ。ダイオ、無理もね。ザムザはモンスターのすげえとこばっかり集まってんだ。きっと本能的にかなわねえって分かっちまうんだ。みんな王様を頼んだぜ。ダイ、しっかりしろ。見かけによらず大した魔法使いだ。お前は、お前もいいモルモットになるぞ。なぜだ、そのハサミはさっきダイがぶっ壊したはずなのに。俺のギラでつけた傷ももう治っている。言ったはずだ、超魔生物は究極の魔獣だと。いかなる外傷もすぐさま戦闘中に治癒してしまう肉体を持っているのだ。すでに9割方この肉体は完成している。残る課題は変身すると呪文が使えなくなる点だが、お前たち勇者一味を倒してからゆっくり研究し完成させればよい。超魔、すなわち魔族を超えうる者。みんな王様を頼んだぜ。見かけによらず大した魔法使いだ。お前は、お前もいいモルモットになるぞ。言ったはずだ、超魔生物は究極の魔獣だと。いかなる外傷もすぐさま戦闘中に治癒してしまう肉体を持っているのだ。マジかよ。はじけろ。はい、つくばれ。うりゃっ、いっけ。みどもが、俺はゴミじゃない。ふん、つぶれろ。はっ、よら、ほらよ。はくらえ。最強の力を見せてやる。ベタン。くらえ。
じけろ。はっ、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 飲まれるがいい。はっ、に、て、に、デキラマ、はっ、そら、はい、つくばれ、やばれ、て、よら、ほれ、はっ、うりゃっ、うわ、はあ、弾けろ。何、はあ、ベタン、うわ、デキラマン、うわ、はあ、焼き尽くしてやるぜ。うわどうだ、究極の魔獣の力を。闘気を集中して放ったクロコダインの獣王快進撃みたいなものか。覚えておくんだな。猛獣は食事の邪魔をされると暴れ回るのだ。やめろ！ごちそうさま。生きたまま丸飲みにしたが、俺の体内の強力な分解液によってすぐさま溶けてしまうはず。無駄なあがきはやめておけ。今の俺に殺されるよりはモルモットとしてしばらく生きた方がまだマシだろう。冗談じゃねえ。どっちもごめんな。ほほ、確かあの中にもホブスターとかいう魔法使いがいたな。いいだろう、モルモットは足りている。お前はダイと共にその身を捧げるがよい。待てー、魔王軍の化け物、これ以上の悪事は許さんぞ。この僕に痛めつけられたくなかったら降伏してみんなを解放したまえ。血迷ったかザコメが。ダイですらこの俺に敗れたのを見ていなかったのか。勇者ダイ君もこの僕が助ける。行くぞー。あちぃー、言わんこっちゃねえ。波の人間のリーチでも攻撃が届かねえのに、あんなでけえやつと戦えるわけがねえだろうが。てくそー、まだまだ。逃げろ、逃げるんだチュー。ポップ、それにチューまでも。無駄だよ、やめときな。そいつは俺様の怪力でもびくともしねえんだ。あんたの細腕じゃ無理だぜ。力だけじゃない、剣でも切れないんだ。呪文も効かねえ。ありとあらゆる攻撃を吸収してしまうんだろう。脱出不可能ってわけだ。私は諦めないわ。仲間がやられてしまいそうだっていうのにじっとなんかしてられない。ダメだよそれじゃ。このピンチを脱出できるのは君だけだ。君が修行で身につけた力の全てを発揮すれば必ずここから脱出できるはずだよ。あなたはまさか。体がしびれる。ぎまだまだ。俺にできるか、あれが。まだ駆け出しの時にたった一人で絶対に勝ち目のねえ相手に向かっていくことが。いや無理だ、絶対にできなかった。ちょっと
っとだけ見直したぜ、禰豆子。呼吸している。そうか、あの腹の口でも奴は息をしているんだ。だったら、うわっ、畜生、お前だけにはカッコ悪いとこ見せたくなかったのに。そうかい。だが逃げずに戦ってるだけでも立派なもんだ。死刑な。仲間を見捨てて逃げちまうような奴は最低のクズだ。耳が痛いぜ。おい禰豆子、ダイを救出する手があるんだが、お前も一口乗らないか。そんなことができるのか。ああ、いいか、今から奴の腹の口が開く。そしたらお前のパワーで一発腹にぶちかませ、そのショックでダイは飛び出す。これ以上遊んでいる暇はない。一気にひねり殺してやるわ。一緒に行きましょう。半端な呪文じゃすぐに復元しちまう。悪党の技でイメージ悪いけど、あれしかねえ。フィンガーフレアボムズ。すごい、メラゾーマ3発を同時に打ち出すなんて。本当は5発撃つんだけどよ、俺の全魔法力を注いでもあれが限界みてえだ。だが十分効果があるはず。あの炎はちょっとやそっとじゃ消えねえ。だから奴の皮膚が炎に耐えられても顔の周りの空気が燃えて息ができなくなっちまう。息ができなくなれば奴はもう一つの口を開いて呼吸しなければならなくなるはずだ。つまり、ダイが閉じ込められてる、あの口をよ。苦しい、呼吸ができん。ダメだ、もう我慢できん。今だ、チュウ、ドテッパラめがけて、一発ぶちかましてくれ。任せたまえ。いざとなったら、頭突きとか体当たりで戦えばいいじゃんか。そうだ、こうなったら格好なんか気にしてはいられない。いくぞー。でー、出た、ダイだ。今の技案外かっこよかったぞ。必殺技の名前をつけなければ。クルクルクル剣と命名しよう。貴様ら絶対に許さんぞ、ゴミのくせに。皆殺しだ。ダメだ、動けねえ。何？バカな、このしびれガスの中で平然と。魔法力だよ。彼女の体の周囲に白い光のようなものが見えるだろう。あれは微弱な回復系の魔法力を全身に張り巡らしているんだ。この牢にはあらゆる攻撃が通じない。でも生命体であることは間違いないわ。老師、武神流飛扬儀、今こそ使わせていただきます。無理だ、できるわけがない。小娘の力で何ができる。プリズンが。
みんなを離してもらうわ。ベホイミ、わお、さすが元僧侶戦士。この小娘が絶対に許さん。モルモットどころかこの場で廃棄処分だ。お前は今まで戦った敵の中でもあなたは最低だわ。神様がくれた人間たちの命、モンスターたちの命、それをもてあそぶなんて絶対に誰にも許されないことよ。うるさい。これは素晴らしい実験だ。魔族が神に近づくための偉業の一つなのだ。人間やモンスター風情がどう生きようが死のうが俺の知ったことではないわ。なら教えてあげるわ、命の痛みを。こわバカな、再生が始まらない。なぜだ。出た、マームさんの最強剣、ブロキーナ老師から伝授された武神流最大の秘奥義、戦火烈光剣だ。ガー、まさかバイオプリズムを破ったのもこの力か。そんなバカな、俺は超魔生物、超魔生物は絶対に無敵なのだ。バカな、俺のバイオプリズムが。みんなを離してもらうわ。マム、腹に衝撃を。そうすりゃ飲み込まれちまった台が飛び出す。武道家の力見せてあげる。はっ、くらえ。はい、援護するわ。絶対に許さん。モルモットどころかこの場で廃棄処分だ。お前は今まで戦った敵の中ですあなたは最低だわ。あんたこそ本当のゴミよ。これでどう。こんな耐えられるかしら。ゴミどもが。生物は絶対に無敵なのだ。なら教えてあげるわ、命の痛みを。飲まれるがいい。くらいなさい。武神流の力よ、戦火烈光剣。蹴りはフェイント、武神流戦火烈光剣。やったぜ、台が飛び出した。よかった、生きてる。
もう少し遅かったら強力な遺産で溶かされてたかもしれねえ。この新しい服のおかげかもな。ありがとうよマム、ダイはなんとか無事だぜ。チュウ、あなたの持ってるアイテムでダイの回復を任せてください。うわー、こんな俺の不滅の肉体がなぜだ、なぜだ。覇者の剣、きっとこの腕で取ってあげるわよ。とんでもねえ強さだぜマム。それに加えてあの必殺剣のすげえこと。驚いたかね。あれがブロキーナ老師の武神流の奥深さであり、マームさんの最強剣戦火烈光剣なのだよ。そう、戦火烈光剣だよ。マームは武術の修行の中、武術の神様と呼ばれる師ブロキーナから武神流の最高の奥義戦火烈光剣について教えられていた。戦火烈光剣とは武神流剣法と魔法意味という呪文を組み合わせた技。魔法意味は過度の回復系魔法力により生体組織を破壊してしまうという呪文であり、卓越した僧侶や賢者のみが対モンスター用の切り札として操ったという。ブロキーナはその呪文と武神流剣法を併用することで敵の体に致命的なショックを与える技戦火烈光剣を編み出したという。魔法意味の効果や技の詳細を教えられ、恐ろしい技だとつぶやくマーム。それにブロキーナはうなずき、だからこそこの技の恐ろしさが実感できる者にしか伝授できないのだと話す。だがマームならば、その優しさと正義の心を信じて奥義を教えるのだと話すブロキーナ。覚悟を決めたマームはブロキーナへ奥義の伝授を願い出たのだった。助かったのかい俺。ダイ、気がついたか。ああ、マームのおかげだ。戦い方もあるのか。ダイ、おいてめえ、何か道具持ってんじゃねえのかよ。あるなら早くダイのダメージを回復しろ。おお、そうだった。僕はこの道着の中に秘蔵の品をいっぱい隠し持っているのだよ。今薬草を出してあげるから感謝したまえ。おかしい、ないぞ。いつも僕は薬草を5つは持ち歩いているのに。そうだ、この間山でモーモに襲われた時全部使ってしまったんだった。そんな雑魚相手に薬草5つも使い切るんじゃねえ。とどめ。このザムザ様の頭はまだまだ冴えている。お前の攻撃は2種類に分かれている。光っている拳とそうでない攻撃とだ。つまりお前の技は全身で使えるわけではなく、その拳、しかも命中する瞬間に限られると読んだのよ。それは特殊な被膜粘液、ちょっとやそっとじゃ取れん。あの光の剣が使えねえと、いくらマームでも。何かねえのか。何か体力を回復できれば何でもいい。これは涙のどんぐり。その名の通り、スズメの涙ほどの体力が回復するのだ。それでいいよ、それさえあれば。頼むチュウ、
そのどんぐりを持って俺をあそこへ。急いでくれ。あの技さえ封じれば不死身の俺に通じる技はない。くたばれ小娘。マム！ダイ、何か手があるなら早く、早くしてくれ。結構見た目より重いんだな君は。ごめん、でもあの剣の場所まで行く体力も取っておきたいんだ。最後に爆発させる一瞬のためにね。マームの戦い方を見ていたら分かった。俺の紋章の力の使い方にどれだけ無駄があったのかが。マームの光る拳のように攻撃のその一瞬だけに全パワーを集中して爆発させればいい。たとえほんの一握りの力でも、それら全てを最後に使えば奴に勝てるはずだ。ずいぶん手こずらせてくれたな。あの不思議な技の正体は気になるが、お前のような危険人物は殺すに限る。ダイ、魔者の剣のところにダイは何かしようとしているんだわ。何でもいい、こいつの注意を少しでも引かないと。モルモットはいつもこうだ。死ぬのが分かっているのに必死であがきよる。ゴミ同然の存在のくせにな。命にゴミ同然のもんなんて一つもない。たとえどんな生物でも。それが分からないとしたら、あなたこそ本当のゴミよ。良いか、ザムザよ。お前は道具なのだ。力を、知恵を身につけよ。わしのためにそれを役立てよ。さもなくばお前はゴミじゃ。あ、そうじゃろ。役に立たない道具、そりゃゴミ以外の何でもあるまいって。俺はゴミじゃない。力も頭脳も最高なんだ。今なら妖魔師団長だって百獣魔団長だって務まる。俺をバカにするな。チュウ、早くあのどんぐりを。ほんのわずかだけどパワーが戻った気がするよ。覇者の剣よ、俺に力を貸してくれ。あの小僧、いつの間に剣を。メラだ。あんた、いつの間に。いいからメラをマームに撃つのだ、早く。そうか、よし、マム！それで粘液を！しまった！戦火、烈光剣！この一瞬に俺の全てを込めて、オーバーン！ストラッシュ！やったのか？バカな！
俺が、究極の超魔生物の俺が、こんなゴミみたいな連中に。うおなぜだ、なぜなんだ、どこで計算が狂ったんだ。負ける要素はなかったのに。なぜ。さあね、ネズミにでも聞いてみるんだな。追い詰められたネズミによ。そうか、負ける要素は下等生物をゴミと侮った俺の心の中にあったのか。よくやったな、ダイ。すげえアバンストラッシュだったぜ。ああ、この覇者の剣のおかげ。覇者の剣がボロボロになるなんて。伝説の剣でも、ダイのドラゴンの力には耐えられないのか。残念だったな。そいつは精巧に作られた偽物。本物の覇者の剣はすでにハドラー様に献上済みだ。そしてこれさえ献上できれば俺の使命は終わる。届け我が父のもとへ。てめえ何をしやがった。我が父に送ったのだ。あの中には超魔生物の研究の成果を含む俺の知識の全てが詰まっている。残りの研究は父が引き継いで完成してくれる。バカ野郎、てめえの親父ってのはザボエラだろうが。あいつがそんなことやって感謝するような玉かよ。わかっているさ、そんなこと。あの父は自分以外の全てを道具としか見ていない。俺が死んでも涙一つ流さないだろう。だがあんな父でも俺の父であることに変わりはない。これが超魔生物となった者の定め。破れ去った時には死体すら残さず黒き灰となって散るのだ。神が与えた命に手を加えた天罰かもな。ジャムジャ、同情などいらん。俺は十分に満足しているのだ。束の間とはいえ、地上最強の肉体に限りなく近づけたことも、そしてお前たちとの戦いにもな。だがいつか完全なる超魔生物がお前たちを倒しに来る。俺の戦いは無駄じゃなかった。そうさ、決して無駄ではなかったはず。こいつ、親父に褒めてもらいたかったんだろうな。表面上はどうあれ、きっと心の底では父親の愛を求めていたんだわ。わかる。俺、なんとなくわかるよ。魔王軍との戦いに向けてレオナ姫はサミットを企画しておる。サミット？そうじゃ、世界中の王や最高指導者たちが一堂に会して世界会議を行うんじゃ。今まで各国の王たちは連携を取らず、そこを魔王軍につけ込まれた。そのためオーザム、リンガイア、カールの3つは滅ぼされてしまった。だがパプニカの若き指導者レオナ姫の呼びかけで、残る国の王たちはその力を合わせ魔王軍に立ち向かうことを決意したんじゃよ。レオナにしかできないことってそれだったんだ。サミットはいつどこで開催されるのですか？
魔王軍に漏れぬよう秘密にしていたが、もうよかろう。数日中にパプニカのある場所で行われる。わしも今夜パプニカに向けて出航するが、ダイオ、お前たちも一緒に行くかね。だけど覇者の剣は手に入れ損なっちまったからな。ねえ、サミットに世界中の偉い人が集まるなら、伝説の武器の情報を誰かから聞けるかも。そうか、王様、俺たちはポップのルーラで今すぐパプニカに戻ります。思い立ったらすぐ行動か。相変わらずじゃの。待ってくれ。ありがとう。君たちがいなかったら俺たちは全員やられていた。さすがは真の勇者たちだ。なぜだ、なぜあんなにかっこよく大活躍したこの僕の功績について誰も触れようとしないのだ。みんな、どうして言ってくれないのだ。僕が、この僕が。これ、予算か。みっともない真似は。なんだと、この幽霊小僧め。お前なんかに偉そうに説教される筋合いはないわ。まだわからないの。その人はブロキーナ老師よ。このじいさんが武術の神様？老師、なぜこんなことを。お前たちの上達具合が気になってな。老体に鞭打って紛れ込んでいたのじゃ。まさかあんなことになるとは思わなんだが、ま、結果的にマームの修行の成果が見られてよかったよ。お前もいい勉強になったじゃろ。チュウ、わしに拾われてから3年、ちっともお前が上達しなかったのは変に格好ばかりつけとったからじゃ。だが土壇場でなりふり構わず放ったお前の技は今までにない威力があっただろう。一つ成長したな。根津子よ、おめえも立派な英雄の一人だぜ。根性だけなら貴公がロモス1だ。こういうものさ、チュウ、名声は後からやってくる。最初から求めてはいけない。老師、いい師匠じゃねえか。じゃ、行くか。老師、僕もマームさんたちと一緒に旅に出ようと思います。いいよ、大君たちがいいって言うのなら。では、お世話になりました。待ちたまえ、君たち。どうしてもというのなら、この僕の力を貸してあげるよ。ルーラ、待ってよ。もう、意地悪ね。老師に言われたことがちっとも身になってねえから、ちょっとからかってやったのさ。でも、不思議なやつだよね、あいつ。あいつを見てると、なんだか人間だとかそうじゃないとかなんて悩んでいた自分がすごくちっぽけに思えてくるよ。そうだな、あんなのが一人いてもいいかな。その後、ポップのルーラでパプニカへ帰還した第一行をクロコダインが出迎える。マームとの再会に喜ぶクロコダイン、そして新たな仲間チウの紹介を終え、クロコダインはダイたちへレオナや各国の王たちが集まるサミットの会場、パプニカ大礼拝堂を示す。人間たちが協力し合い、魔王軍へ対抗しようと模索する中、また新たな脅威も迫るのであった。